国際親善試合なでしこジャパン4から0韓国女子代表26日国立パリ五輪8強のサッカー女子日本代表なでしこジャパンはパリ五輪後初の試合となる韓国女子代表戦4-0で勝利した途中出場でチーム4点目を決めたのが19歳の MF 谷川だった後半開始からボランチで途中出場すると 3対0の後半11分に DF アミ屋ビの右サイドからのグラウンダーのパスを冷静に右足で合わせてゴールに流し込んだ。終盤の位置からゴール前まで積極的に入っていくプレーで追加点を奪い、試合に入る前に、まずクロスのところにしっかり自分も入りたいなと思っていて、そこにうまくランニングできたのは良かった。トワタルさんにボールが入った時に自分がフリーだなって思ったので、手を挙げて、 とわたるさんの方を見て気づいてもらえるようにしたんですけどそこを見ていいボールをくれたのでしっかり決めることができてよかったと振り返ったパリ五輪一次リーグ第2戦のブラジル戦で30メートルの衝撃ロングシュートで決勝点を決めて以来の代表2点目に今回点を決められたっていうのは自分への自信につながったかなっていう風に思いますと納得の表情 2027年の女子 W 杯ブラジル大会では中心選手としての活躍が期待される申請は残りの3年間が非常に大事な時間になってくる。3年後に笑って終われるように日々その日を想像して過ごす必要があると決意を示した。